今日は穏やかな火曜日、気温は10度を割ってるんですが、日差しがあってなんとなく暖かいです。学校橋に来てみました。貸し切りというわけにはいかず、雨戸を張っているお兄さんみたいのが一人います。まずはノボ特製の蜂蜜レモンで、冷めないカップでお湯を注いで飲んでみたいと思います。ふうさんお願いします。お湯をあらかじめ沸かしてきました。ワンカップのレモンって結構重宝するんですよ。これ 110cc じゃない、220cc だ、 220cc、増量版です。つまりお米1合の水ちょうどいいっていうことにこの間気づきました。熱々です。飲んでみてください。どう？熱い？熱くて美味しい？濃さはどうでしょう？はい。ちなみに今日は札幌一番塩ラーメン、こいつを作って、食べてみたいと思います。天気いいです。何気にさやさや北風、桜のつぼみはまだまだ硬いです。今日の新兵器、姉からもらったかわいい軍手、黒猫ヤマトって書いてあります。猫といえば手のひらも肉球なんです。かわいいでしょ。指ネク手袋の下にしたらかわいいです。ノボのバーナー、みんなが買ってる安いやつです。五徳がついてるので、あ、五徳じゃないな、五徳の中にこの風防がついてるんで、結構風が強くてもお湯はちゃんと沸きます。外のやつはなんか風防がついてないらしくて、で、いろいろ工夫されてる方がいらっしゃるようです。今んとここれ気に入ってます。アルコールバーナー、猫缶加工版、ごとくなしで夜間を乗っけて沸くかなっていうのを作ってみました。今日の防寒対策です。大事な風さん、冷えちゃいけません。そんなわけで、これを引いて、その上にこの前ご紹介した、電熱の座布団ですね、あれに座って、膝掛け、ホンダのスペシャル膝掛けですね。そして実はその下のちょっとピンクの、毛布、これが古いんですけどバカにならなく暖かいんです。ダイオンズのやつなんですね。感染用の、座布団です。座布団じゃないや、膝掛け毛布です。ライオンズ逆さそう、これがねすごく暖かいんです。もう10年20年もっとかな、27、28年経ってるんですけど捨てられません。そんなわけで、何、そうそう、子供たちが赤ちゃんの時に重宝していた一品です。お湯が沸いたらラーメン入れて、スープ入れて、水菜入れます。水菜を乗せるの、乗せて、この水菜実は我が家の庭のプランターで丹精込めて作ったお宝です。それでお宝、お宝見せて、今映してるよ、お宝です。今朝間引いて収穫してきました。美味しいかな。ちょっとふうさん食べてます。美味しいらしいです。ノボも食べてみようと思います。美味しい、美味しい、はい、お願いします。
麺が入ります。鳴らすんだそうです。入りました。おお、緑がいいね。美味しそうです。はい、いただきます。でしょ、だから手早くやらないとって先生、ちょっとたくさんも美味しい。今回は固めて決めるそうです。バリカタフーさんです。本当だ、背切れちゃった。なんかもらいに来たの？うろうろ、こっち来た。うん、よし、麺の準備できました。食べましょう。またのどかモードになってきました。ああいうのってかっこいいなって最近思います。 N1 の風下で過ごす穏やかな昼下がりです。本当に風がないな。さっきは何だったんだろう。一人で余裕だけど、二人での普通のテントで、キャンプで、なんていうのかな、優雅なキャンプにはちょっとちっちゃいね、と思います。ルイボスティーです、今日は。食後のデザート、フーさんが剥いてきてくれました。いただきます。
煮炊きが終わったら、なんと風がすっかり止んでしまいましたね。悔しい、いたずらの神様です。ちわ、こんにちは、上橋くんです。のぼに食べてもらいます。美味しいんですよ。うん、美味しいです。ありがとう、上橋くん。どういたしまして、なんて遊んでます。無事撤収、学校河原、これから玉川温泉、何キロだっけ、5キロぐらいか、7キロかぐらいです。乗用車400円、オートバイ200円、自転車の値段表ありません。今度自転車で来ようかな。